関記寺は、秋田県秋田市にある、総当州の寺院である。元は、密教寺院として、飯島村に創建されたという、日吉神社を守護神とするが、三能者とも呼ばれた。この神社は、1322年、笹岡村に創建され、1395年には上、新城五十町に仙利、日吉山延明寺や十全寺と呼ばれ、別当を、庶民安奈とした。その後、 密教寺の立つ飯島に、セったと言われ、飯島祖伝の旧跡から、掛け仏二体が出土していることから、密教寺はその別当寺院だった可能性もある。その後、1541年、安藤氏の重臣、八柳氏が回帰となり、札寺発生殺とぶき明を解散に勘定して、外旭川の八柳二世紀に創建され、相当寺院に改修されたのだろう。 後、下神の日吉神社も寺内に移転し、さらに、江戸時代になって1622年、佐竹氏の城下の寺町づくりで、以前の所在地であった秋田市寺町に移転した。解散以来、法師が、新獣する死死総称をなし、大本山総辞寺,寺の林番地をなしてきた。そして、三世西安祖長は、天皇の自称院、五世法案良院は、河辺の先獣院、六世空山祖広氏は、 船越の龍門寺、十三世月丹壁水は、牛島の宝袋院をそれぞれ解散した。本堂は1886年の俵屋火事で消失し、翌1887年の再建であった。寺宝に、聖関税恩母殺像は、上長作の幸福寺戦隊遺仏の一つと言われ、県指定の文化財である。他にも、正方向木天院像、三面大黒天院像、 不動明王像などがあり、境内には珍しい池花塚がある。以前の所在地は、両隣に、光明寺と明覚寺の総統集寺院が存在し、これに、朝日北栄町の臨床院を加えた四寺院によって、総統集、寺町四寺院を構成しており、寺族会や四寺院共同の事業を行うなどの、相互交流が行われていたが、移転した現在でも、この関係は維持されている。 現在の本堂は2008年の県の、現在は秋田市の都市開発の関係で、秋田市浅比北寺町から秋田市下北出なし平に移転している。跡地は都市計画道路川尻高面線の整備予定地を除き、現在は南に隣接していた、明覚寺が道路予定地南寄りの直接隣接している部分を寺院の墓地用地として、北寄りの巧明寺隣接地は、 病格時参拝者用の臨時駐車場としていずれも市から買収している。ありがとうございます。